午前7時過ぎ、雨が降る中ですが、東京都庁前には、無職を求める人が列を成しています。原発事故の被害っていうのは、もう本当に多くの人に甚大な被害を与えてるわけですね。そのことをこの3人の被告人たちが、どれぐらい自覚をしているんだろうかと思います。しっかりとやっぱりその加害責任というものを感じてほしいと思っています。とうとうこの日を迎えました。多くの無念の声がこの地裁前を包囲しています。数千の犠牲者、多くの被災者、いまだに10万の人々がふるさとを追われ、全国各地に避難している、この人類史上最大の公害を私たちはいよいよ裁く日が来たのです。きちんと罪と責任のありかをはっきり認めて償ってほしいんです。事故の後、私たちの生活が大きく変わってしまいました。大事な友達が遠くに行ってしまったり、それから大切な人を何人も失いました。なので、3人の東電幹部の方はどうも無罪を主張するということですけれども、知っていることを全部ちゃんと明らかにして本当のことを言ってほしいと思います。東京電力、その被告の3人が言う言葉、よく聞いてください。どこかの電力会社の誰かが言った言葉に似ていないでしょうか。あと、真実はこれですというふうに伝える私たちの弁護団の言葉を聞いてください。もしかしたらあなたの近くの電力会社が隠している事実かもしれません。そんな風に全国の皆さんが見てくれたらいいなと思っています。私がなくした普通を取り戻すことはできなくても、そういう風に皆さんが考えてくれたら、なくしたのもしょうがないかっていう風に私が思えると思うので、そういう風に思える裁判であってほしいと思います。どうぞよろしくお願いします。原発事故の真相を明らかにしてください。